州株式会社は高校野球を応援しています。東京タワーは高校野球を応援しています。田中電機株式会社は高校野球を応援しています。株式会社札幌ライオンは高校野球を応援しています。植毛相談所は高校野球を応援しています。パール商事株式会社は高校野球を応援しています。高校野球を応援しています。東京臨海熱供給株式会社は高校野球を応援しています。まあですから甲子園でもですね、本当に2年前の偉業をですね目指して、ぜひとも夏の大会2連覇を私は果たしてほしいなという感じがしますね。ぜひ優勝旗を東京にですね、はい、持ってきてもらいたいですね。さあ明日の放送予定を今ご覧いただいています。東東京大会の決勝戦、二松学舎大学附属対都立雪ヶ谷高校という顔合わせになりました。どちらが勝っても東東京大会初優勝ということになりました。この東東京大会も MX テレビでは中継することになっておりますので、テレビの方でもどうぞ楽しみに来ていただきたいと思います。西東京大会の決勝戦は日大三高が東海大菅生を4対3で破って、10回目の出場を決めたゲームをお送りしてまいりました。解説は元都立国立高校野球部監督の市川忠雄さんでした。市川さん、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。ぜひ甲子園で日大三高頑張ってほしいと思います。このあたりで失礼します。この放送は豊かさと安心をお届けする JA 東京グループ、NSW 日本システムウェア、早稲田塾と ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。